今回は一力九段のね、トこの対局を見ていきたいと思います。黒番が中国の孫東悟七段。白番が一力良九段ですね。で、ここまで、まあ、同じ布石になりましたね。まあ、なんか真似語のような感じになってますけど、まあ、ここで白が変化しましたね。で、黒も。 こちらに受けましてで、ここで白が入ってきましたね。で、滑りを打って、でここで黒も軽く消してきましたね。ま、黒割と手厚い打ち方ですね。なんかここら辺も。 これも決めない手も全然あるんですけど、単に両辺、まあ開きというか、はサミというか、まあ爪みたいな手あるんですけど、ここ大きいと見てるんですかね。この字の出入りが大きいと見てるんですかね。隅の。まあ他にはもうすぐ黒がなんかこうとか、うん、まあ、こうとか、まあなんか入っていく手もあるんですけども。 そういうい左辺入っていく手よりも隅の置が大きいという判断してるのかなと思いますね。まあこれはこの交換決めて欲しくないと白としても一応開ければ不満はないかなとは思うんですがこれも割と手厚いですね。なんか下辺入っていく手もあるんですけどもこれで別に黒が戦えない わけででではないんですのでこういうふうに入って戦ってきく手もあるんですけども割ともう下辺は白地でいいですよという打ち方ですよね。こう巻きにこの白石、まあこの上の方の白石を見てる。でここから入っていきましたね。これも軽い手でしたね。 これも戦う手もあるんですけど、軽く打ってますね。なんかこういう風に打ってきたらこんな感じでさばいていく手があるので、まあ、戦えるんですけども、これ捌きの一手で、ただこれ使うとき条件がありまして、まあ、一応この手の、この手が成立しないときが使えるっていう条件ですね。この場合は一応切って、まあ、繋いだときの主張関係が、 黒がいいですので、まあこうやって黒石がここに待ってるので取れますから、これは大丈夫。一応こっちも、まあ逃げ出す手もあるんですけど、一応こっちの主張関係も、まあ、取れば大丈夫ですから、まあ、この主張関係も大丈夫なので、両方主張関係がいい時っていうのが一応、えー、この桂馬使える時の条件。これ知っておくと役に立つ手筋かな。軽く打ちたい時の。 なので白はこちらから切っていって、まあ、切らせてさばいていこうっていう手ですね。で、これはもう早く収まってしまうっていう手ですね。結構見てる感じ。手厚い打ち方ではあるんですけど、結構字をえ気にして打ってるという感じですよね。中、ま、央、あ、頭出してももちろんありますね。これでつけて、頭出してももちろんあって、まあこういう風うに頭出していけば大体、 下辺の黒と連絡系のようなショタッチになりますね。まあ、白も、まあ切り残ってんの、切りが残ってるので、つなぎぐらいですから、こうやってまあ連絡系みたいな感じで。こうやって手厚く打つ手もあるんですが、まあ、連絡する手も非常に大きいというか手厚いので、実践は早収まりを目指してという感じですね。うん、ただ、 早治まり目指したんですけどこれ分断する手がいい手で、まあ、連打したんですけどまあこういうふうにここの真ん中の連打大きくてこの辺の黒石が非常に弱くなってるのでまあここら辺はわずかに白ポイント取ったとっいいのかなと思いますね、まあ、黒字は稼いでいるんですけども、えー、やっぱり結構この真ん中の主導権争いが完全に白取ってますから。 ここら辺に白字が来ると結局右辺打ち込みが発生するので結局ここら辺の黒字っていうのが減ってきますのでわずかに白ポイントを取ったと言っていいかなと思いますね。で、押さえます。で、こちらに打ちました。これ、ただここら辺のなんか絶芸のとか AI の参考図とか見てる感じ。なんかここに打つ手があったようですね。今、実践はこちらに打って。 たでんかこれも不思議な手なんですけど意味としてはこういう手が斜めの弱点が怖くないってことですね。斜めの弱点は、まあ、こちらに出て、まあ、先に説明しとくとすぐ切る手がそんなに怖くなくてすぐ切ってきた白は外から当ててこれ捨てればいいんですねこんな感じで捨てちゃて。 まあこれで、切、ま、り、あ、がこの白石1目取っただけなので、白1つ取っただけなので。で、こんな感じで打たれて全然黒が得してないという形なんですけども、まあ、どんどん下辺の白地が増えて。えー、何が違うかっていうと、ここに打って、こんな感じで白が分断してきたら、今度この切りが厳しいんですね。まあ、これは今度はこっちから打つぐらいになる。 けどなんかこんな感じで打ってたらもうすでにね、えー、切ったことによってこの左辺の黒も結構大きな字を持って生きてるんですね。でここで形を整えてまた覗きとか、えー、狙う手がありますからこんな感じで例えば白が受ける。かなり白地が減って黒字増えてますからなおかつここら辺に黒が。 黒石が来てかなりこの黒,黒が補強されてるっていう状況になってるのでこの手が結構うまい手筋でこれ分断しても白が全然得しないっていう、まあ、結論から言うとここ分断しに行っても白得しないっていう形なんですねなのでこういう手もあったようですねで、まあ、実践こう打ったんですけどツケがいい手でしたねこれで まあしっかり隅の地を固めて、まあ、黒がなんかここら辺打ったんですけど結構隅の地が固まって自然と白の弱点であった切りがこれ自然となくなってますから、まあ、黒切ったんですけど切りにはこれで取れてるっていう形ですからここはやっぱり白わずかにポイント取ったと言っていいのかなと思いますね、まあ、黒結局切りがなくなってしまってここの相対的に左辺の白が 左辺の黒が、この黒石が弱くなったっていうのと、えー、ま、ここ、なので弱いのでここを打ったんですけど、こちらに打たれて結局ここの黒がまだ攻められてしまうという状況になっていま,すまあ白が主導権取ってますから白がポイント取ったと言っていいかなと思いますね。で、こんな感じで、下辺の黒が攻められて、で、自然と、えー、こちらの、 次に回る手順が白やってきて。で行って復帰って黒もってこういう中に手を入れないといけないのが辛くて、まあ、黒は無条件で生きてはいるんですがかなり辛い生き方ですので。で白は先手取って好きなところを打てる大きいところを打てるわけですから先手取って上辺。 えー、はい。えー、ここに入ってね、打つ打つことができますので。まあ、この時点でははっきり白、優勢と言っていいのかなと、思います。で、まあ、この後こうやって、まあ、こんな感じで進むんですけど、やっぱ白の追求が厳しくて。まあ、右辺、これ回れるんですけど、やっぱここら辺でね、結構白がポイント取って、各所で白ポイント取ってますから。 白優勢の局面かなとは思います。右辺も黒が守ったんですけどこれだけ守っても黒の確定時というわけではなくて、まあ、白からいくらでも入る手があるので、まあ、こういうふうに打って隅守って、まあ、こんな感じでいくらでも右辺っていうのはねこういう厚み強力な厚みができてしまうと、まあ、攻めの効果で強力な厚みが白できてしまったんですけどこんな感じで。 右辺は入っていくことができるので、白は優勢かなと思います。で、この後はもうしばらく打たれまして、148手まで打たれたところで、黒が投了して白の中押し勝ちとなりました。まあ今状況として、どういう状況になってるかっていうと、この下辺から真ん中の黒、これ全滅という形になってしまったんですね。まあ、状況的にはこういう全部、 死んでるという形なので、まあ、まあ結構50目近く差がついたので、まあ、この黒石が全滅なので、これ仕方ないという判断ですね。もうちょっとわかりやすく解説すると、まあ例えば、これ部分的に二眼がない形で、まあ例えばこういう手が効いたとして、えー、状況整理なんですけども、まあこの黒が今一眼、ここら辺の一眼しかないという、二眼がないっていう状況なんですね。 で、まあ、ここの白取れるかどうかなんですけど、取れたらいいんですけど、こういう手とか、この白が取れたらいいんですけど、単純に出て、切る手があって、え、これで、A と B 二つ見合いなんですね。切る手が二つあって見合いという状況でして、え、なんかこっち守ったらこっち切って、この白石は助かってますし、え、こっち繋いだらこっち切る手があって、 これも白石が助かってますのでこの白が助かるということはこの黒が全滅ということなのでまあ結局こういう状況ですから投了仕方ないというそういう判断だったかなと思いますというわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますありがとうございました